車は正直で、ドライバーに素直に返事を返してくれます。だから車は素晴らしい。物心がついた頃からずっと車が好きでした。タイプ R の行く先を体現したいと、ドライバーが絶対の自信を持って操れるっていう操縦感覚と、あとはどこまでも走り続けていたいというふうに思えるタイプ R を目指しました。ニュルブルクリンクは非常に長い、いろんな路面からの入力だとかアップダウンや感度が変化して、車のウィークポイントを暴露する上で非常に効率的なフィールドだと考えています。究極のサーキットですね。普通の車の開発に傾ける思い以上の思いっていうのがこのタイプ R の開発メンバーからにじみ出てるんですよね。今回はこの新しいタイプ R の開発が終了して、これから発売するわけですけれど、その発売前に我々が FF 最速である証明を果たしに行きました。グリーンヒル、地獄でもありますけど、いい車を作る上では天国でもあるのかなと思います。ドライバーがずっとこの車乗り続けていたいと車に惚れ込むような、そういうタイプ R を完成できたと思っています。